はい、どうもよろしくお願いします。じゃあ早速、はい、やりましょう。じゃあシャッフルを、はい、はい、じゃんちゃらじゃんじゃんじゃん、せーの、じゃん。忘れたくない勉強。お、これはいいんじゃないですか。これはね、はい、私実は数学が得意なんですよ、はい、意外とできるんですけど、あの好きではないんですよ別に、はい、得意なだけなんですけど、はい、まあ、数学でテストの点数が98点取りまして、はい、これは結構勉強したんですよテスト前に、はい、なので、まあ、98点取ったし、はい、あの数学の勉強は忘れたくないなっていうふうに思います。私100点取りました。おっと、上回っちゃった感じですねこれ。そうですね、はい、そうですよね、はい、忘れたくない勉強、はい、ありますか他に。まあ勉強は忘れちゃダメですね、はい、お、かっこいい名言が出ました。勉強は忘れちゃダメですね。そうですよね、はい、大人になっても使えますもんね、はい、漢字とか、はい、そうですね。シャンプルトーク、じゃん。新しい旅行、新しい旅行、新しい旅行、なんだろう。ハワイにこの間行ったんですけども、はい、他の国にも行ってみたいなっていう感じです。私、はい、はい、ぜひニューヨークとかに行きたいです。はい、ありますか、どっか行きたいとか。宇宙旅行です。宇宙旅行行きたいんだ、はい、なんで。なんかあの体がふわふわなるのをやってみたい。あ、浮くんだよね、はい、重力、圧力、はい、重力楽しそうだもんね、はい、なんか何もかもが浮くんだよね、はい、自分も浮くしね、はい、いいですね、新しい宇宙旅行。ハロプロエッグの佐保あかりです。ニックネームはあかりです。最近ハマっていることはピアノを弾くことです。チャンプルトーク、イエイ。せーの、じゃん。愛らしいファッション、おー、うん、愛らしい。私、はい、あ、先にいいですか、はい、すいません。あのファッションに最近興味があって、はい、なんか今まではなんか男の子系というかなんか元気な感じ、はい、短パンに T シャツにみたいな楽な服装をすることが多かったんですけども、最近ちょっといろんなものにチャレンジしてみようと思いまして、はい、なんかスカートもちょっと履いてみたりとか、女の子らしい花柄とか着てみたりとかしてるんですけど、それを着るとなんか今までと違うねっていう風に周りの人に言われて、まあいいんじゃないって言われるんで、まあ最近まあいろんなファッションをすることにまあハマってて、まあ、ちょっと女の子っぽいのに最近興味がありますみたいな感じです。はい、はい、サホちゃんはどうですか。私もあの可愛い洋服とか好きで、あの洋服屋さんとか行ってもピンクとかフリフリとかあるとすぐに目がいっちゃいます。ちなみに好きな色はピンクですか。はい、おー、嗣永さんみたいな感じですかね、もしかしたら。そうかもしれないですね、わかんないですね。はい、なんかサホちゃんって結構さっぱりしてるのかなっていうふうに思ってたんですよ。でもなんかピンクが好きっていうイメージを聞いて、はい、あ、意外だなっていうふうに思いました、うん、ダンスの上手くなるコツみたいなのなんですか。ダンスの上手くなるコツ、そうですね、まあ、苦手な分野を作らないというか、振りの中でもなんかこの振り苦手だなって思ったら、うん、本当にそこばっかりが気になっちゃって、うん、なんかうまくいかないなっていう風になっちゃうから、うん、なんか苦手な分野は作らないで、そこを今度どうしようっていう風に考えたりとか、うん、まあ楽しんでダンスをしていればそれは見てる人にも多分伝わると思うから、はい、まあ楽しむことが一番だと思います、はいはいはい、ありがとうございます。どういたしまして。